よし、もう少し。じゃあこれは読んだはずだかな。じゃあもう一度読むか。本当に早い、読みましょうか。餌、職場の餌は野菜なんだ。キーグリル野菜が一番有名だね。これとも職場は食べる野菜によって育ち方が違ったりするんだよ。ある野菜を食べさせるとスタミナもりもりになったら通るかな。そこら辺の効果自分で覚えてるのがいいね。それと職場にはもっと生まれた能力があっての自分の持っている能力以外の異常に裏切るだ。エリスがあるければ能力が飲むがれるようになったらこの職場限界だよと思っていたよ。そういう職場ママいらっしゃちゃうのはコプリンするリーガーをだってリンでなんとか。カプリン、これがパプリングとはね、おすすめです。コクボ、ジョブトトール、カプリング、タバガ、マンガ、ゲノコカ。けど、サマゴ、ウメセトナル、リンボ、ゼータ、ウエア、ビーボード、ウエア、ウエア、ウジツワカネ。ジツワイ、ジョブトトール、ザイ、ミア、モンモニ、カンガイ、ウエア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 、ウさっきのチョコボは最後のチョコボは客様が住まいにとるチョコボが独りなさけどよっぽいよるよるよるよってやりからかるよるよりてるよる最後じゃいっぱいかよなげらちゃうからねそれがやったらよし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 にきよらにとりはていいね外で乗れるよ乗れるよそれでここから外にもたれてチョコボを入れてたら逃げされてくなるよそれがチョコボに乗ってるセリフはチョコボに乗ってままでお場に入ってもくれたよそれずつまた餌をかけてるサイズでグルーであるよクラスって何にクラスでチョコボと餌を表すものにさ生まれた場合チョコボには捕まえいぞ若いチョコボやランキシーの仕組んだら僕で餌あるチョコボにやっていくと俺が集めるよなんでもないああそうか次いらっしゃい。チョコボを行動させる。お客さんのチョコビどうつも持っていないよ。チョコボも持っていないよ。ちょっとやってきてよ。そっか。まず、一匹捕まえて戻るか。チョコボに餌をあげる。あ、そうか、そうか。まあ、はい、わかった。じゃあ、スコープ、それだけか。俺の読み方が、どう。上手ね。乗ってきてくれるか。いや、何ない。そうか、じゃあ、一匹捕まえろ。こっち出られる。いや、そうか。一匹捕まえて、なんだ、こっちに戻る。捕まえ方、チョコボ、こっちだな。こういうチョコボ、チョコボ。この足音は、いや、足元は直ボです。よし。これよ。俺のものだ。グランク。はい。楽勝ね。弱いね。相手弱い。よし、それ。俺の直ボ手に入れたか。ポックボーに入った。なんだこれ。入れ。まあ取った。逃げるな。入ったか。俺のシップ、いや俺の風船に入ったか。確か6匹捕まえた必要だ。何が減った？何の野菜減った？よし、持っている。いらっしゃい。チョコボを行動させる。お客様、チョコボを一つも持っていないよ。チョコボを育てないならおじいさんに会って。はい、そうだな、1匹。明日をあげる。お客様、チョコボを一つを。持っていないよ。チョコボを育てたいなら、うわ、クソ野郎。まあ、一匹捕まえた。それはいいか。よし、一匹。チョコボを預けるってくれや。チョコボを育てるならには、
チョコボと呼ばれる部屋みたいなものが必要となりまして、そちらを一つを貸しするのに1万ギルいただいております。ただいまチョコを6つまでお客様にお貸しできます。こちらを借りいただきますとお客様捕まえになれました。チョコボを一時的に外の柵の中に4匹までお預かりいたしまして、後日お客様がチョコボに選んでお入れになる形になります。チョコボは一つ一万ギルになりますが、うるさい、くさいやろ。じゃあ他の話を聞かせよ。人から聞いた話なんですがね、この世界のどこかにチョコボ仙人なんて呼ばれている人がいるらしいんですわ。なんでもその仙人はすんごいチョコボの育て方を知っているとかにいないとか、ああ本当にいるのなら私も会ってみたいものですな。これはなんだ、私払おう、私払おうねという意味。今8万ありがとうございます。世話の方は向かって一番右の見物チョコボ小屋におります。孫がやっておりますので、そちらにお申し付けください。やっぱり私ね、クソ野郎まあしょうがないかな。即性の話が聞けて、チョコボを育てるのにお客様の手をわずらわすことはありません。普段の世話はこちらがしっかりやりますので、ただチョコボに与える餌はお客さんがお買いになるかして直接を与えください。チョコボはその餌によって能力が大きく変わりますので、ご自分でお好きなように餌を選んでください。それからオスとメスのチョコボはカップにすることができまして、カップにしたチョコボに身を与えますと卵が生まれます。卵から生まれた子チョコボは大抵父と母の能力を引き継いだチョコボになりますが、まれに得意な能力を持ったチョコボになることがあるようです。私もほとんど見たことがないんですがね。何のためこのチョコボ、チョコボいらない、クソチョコボの、なんでチョコボ、どこだチョコボ、俺は1万貸してやつくそやろ。一匹も捕まえてないみたいだけど、クソやろ、待っているクソやろ。俺の宇宙船の中かな、カップリングするチョコボーには、クソやろ、1万払った何、確か俺の宇宙船の中のチョコボーに入ったね。チョコボーこの中にかな、そうだな、この中にチョコボーがいる。どこへ行けばいいんだ、これ、くれるか、コンドルフォートか。ああ、わからん。コンフォート、どこ？チョコボー持っているね。なんであのクソ野郎1万くれた。ああ、チョコボーどこだ？逃げたか？寂しい、クソ野郎なんであそこ。ああ。持っていたチョコボ、ああ、もうもう一匹捕まえるかな。なんだ消えたあのチョコボ、俺の宇宙船に入っただと思った。チョコボ
別にいらないだけど、まあ、一匹捕まえましょうか。どうやって預けるこのチョコボ。シッじゃない。ラサの実。どうやって預けるこのチョコボ。こっち。さてチョコボを牧場へ送るとするか。よしよし。よし、なんだ、正解。いいぞ、よし、一匹持っている。何の意味かわからない。今、いらないかな。いらないね、このクソチョコボ。持っている。なんでわからん。チョコボ、行動させる。どれをチョコボに入れるんだい。方向き、左右と、アルバトなんだ。あまりいい感じのチョコボじゃないんです。このチョコボ、チョコボに入れるかい。よくにする。かわいそうのね。このチョコボ入れる。まあ、入れる、入れる。じゃあ、このメスチョコボに名前をつけてあげ。はい、チョコボですね。チョコボ。これはなんだ、仲間。名前仲間か。仲間に入れてなんだ。チョコボメスクラッシー。いらっしゃい。チョコボに餌をあげる。これどうぞ。どのチョコ、どれでしょう。これいいよ。スピードアップ。少し仲良くなった。いらない。お前の仲良くいらない。チョコボカップル、カップリングしましょう。子供を入れるチョコボを用意しておいてもらわないとダメだ。もう一匹必要か。めんどくさいだけど。チョコボにの、いらないチョコボ。いらないね。まあ、とりあえずこの一匹だけでいいかな。よし、一匹捕まえた。じゃあ、一人ぼっちがのチョコボしましょう。このチビ、野菜買ったから、チビよ、お前の見てよ。取りたい。いやいや、これじゃん。到着か。あ、クラウドまでダメ。多分別に話す必要はない。チョコボのミーティオ。お前のミーティオ欲しい。バグか。なんだ、なんでこいつやけに人なついつい野郎だな。ああ、さてはこれか。ミメットの野菜が好物なんだな、おめえ。ミメットの野菜をあげる。冗談じゃねえぜ。おっと、残念だけどよ。野菜はやれねえや、チビよ。くっそやろ。まい。ミメットの野菜をあげる。ミメットです。どう？しょうがねえな。ほら、チビジョ、食いな。チョコボも美味しそうな野菜を食べた。よし、見てはくれ。案外かわいいな。とで、そいつじゃついでに、どつこちょこちょこちょしてやっか。足の裏をチョコチョコ。お腹
じゃあまず足をちょこちょこここちょこどうだ気持ちいい。チョコボ喜んでいるようだ。いえ、秘密のは耳だな。じゃあお腹ちょこちょこ。チョコが気づくったようだ。ああそうか。で喉をちょこちょこ。ガッガッ死ね死ね。チョコが怒っているようだ。ああ、死んだ。殺人のチョコボ、ひどいやつ。ひ脅かしやがって死んだかと思っちまったぜ。じゃあ、へそ、こっち、妊娠か、こっちこぼ、恥ずかしがってる。最後は、脇の下、ちょこちょこ、脇の下、どうでもいいようだ。じゃあ、秘密の場所、耳の裏、ちょこちょこ、よし、見てやっとった。ちょこぼ、封印、それだけ。役に立たない、ちょこぼ、封印。クソ、封印いらない。まあそれだけだろ。他のこれは同じチョコボだな。この別の店のチョコボ同じ多分。お前別のチョコボか。お前じゃないバカよ。お前のチョコボと話したい。黙れ。なんでこいつやっかい。またメリット初めて。お前別人か。ただ食いてやくせ。まあ役に立たない。じゃあ出よう。別人じゃない、別鳥だな。じゃない、これなんだ。まだ隠し宝箱ない。ああそろそろ今日は終わりです。ちょっと進んだ、ちょっとだけ。どこ行く？こっちはなんだそっか神殿の場所。どこ行ったことない場所、どこかな。こっち行ったことあるか。これは誰？そうだな。武器屋さん、今回何か買える。そうだ、これはキーストーンのやつ。まあ今キーストーンいらない。何か買おうかな。また来たのかい。まあいいけど。ここの武器は全部俺様の作品だけど、最近は材料が手に入らなくな。そうか、まだ何も売れない。何も買えない。このまっすぐのやつ、忘れた。まあまあ場所わかるだけど、名前忘れた。砂漠、何の砂漠か。こっちなんだ。シッの村。いや、これはなんだ。あれは、クラウドの妄想中のところ。これはシッの村。じゃあ、嫁さんに挨拶しよう。嫁、ただいま、嫁。これはシッ。おっさん、俺はロケット作ったかな。嫁どこ、こっち。嫁さん、ただいま。この世界はどうなってしまうのでしょう。それだけ。おかえり、旦那様。そっか、シェラか。名前忘れた。まあ、多分こっちは何もない。同じことかな。同じこと。このままだと見てを振ってきた。みんな死んじまうんだって。まあ、人生その、別ごと。そうか、全部の町行くなら別、どこ行ったこの人。別ごと言うかな。星は星を見てるといいよ。
必要があんなに大きく見えるようでは、もう我々の命を長くはないね。この日と同じごとか。死んだコーレル・コンドル・フォートの、あ、で、別ですね。ヒュージ・マテリアを回収しようとしちょろ。最終的には4つ集めて、この町に運んでくるら、わし、わい、わしの大事なロケットをこんなことに使おうとするとは、たまらんの。ん？同じ音じゃないね。うちのじいちゃんたら、あ、これは同じ。この人見てよか。アイテム。まあ、ミッテリアももったいない。これなんだ、投げる。投げるもったいない。もったいない。じゃあ、投げるしよ。離脱ももったいない。買おうか。離脱なんだろう。テント。ハイパーポーション、ゴミ。すべて売りましょうか。このハイパーポーション、別に50いらないかな。言ったら役に立つかもしれない。でも、HP 別にいらないね。まず、セイトン。アイテムセイトン。じゃあ、数。数しよう。おい、よし、おい、ハイポーションいらない。どのくらい売りましょうか。ポーション、普通のポーション、いらないね。ね、だから、あ、全部かな。安くないね。7500。まあ、今大丈夫かな。フィニックスの方高いかな。いや、これが同じ。え、フェニックスの方の方が便利ですね。フェニックスの方かな。そうだな、フェニックスの方。フェニックスは創生ですね。フェニックスの方がいい。ハイポーション。でも今、お金は大丈夫、別に売る必要はない。でも多分いらない、あのハイポーション。じゃあ出ろ、どこ行く？こっち、残りはこっちだな。これは最後の場所。行ったことない場所、こっち。小さい村か。え、なんだ。蛇の尻尾。これはヘビかな。死んだヘビ、この形。こっちも何かある。橋。あ、そして洞窟。洞窟もいる。ある。あるかな。おる。洞窟もおる。洞窟と橋。まずはこの村。あ、次回村調べましょうか。これで終わりです。なんだこれ、コルトか。よし、中国来ました。本物のセーブ作りたい。でも遠い、セーブ場所遠い。あ、そっか、このソフトで本物作れる。久しぶりの本物のセーブです。前回セーブしたはわからないし、シッとティファまでいる。まあ、シッドいないとティファいる。41時間、長いです。じゃあ次回この中国に調べましょう。